改めまして日立の皆さん、こんにちは。こんにちは。女性ボーカルグループルミナスです。日立国際大道芸は3年目の出演となります。今まで私たちのステージこちらで見てくれたことある方ってたくさんいる。お久しぶりでございます。今年も戻ってこられて本当に嬉しいんですけれども、今年は晴れましたね。晴れましたね。日焼けしそうです暑くてよかったね。暖かいこの日立は私たちは初めての経験です。そう、初めてですね。はい、本当に嬉しい限りでございます。今日のイベント、一日とても、明日も2日間ですね、楽しいものになりますように、祈りを込めてこのファーストステージ行きたいと思います。さあ、続いては私たち全員が音楽大学卒業なんですけれども、クラシックを1曲お届けしたいと思います。曲はカッチーニのアベマリア、お聴きください。ありがとうございます。カッチーニ作曲のアベマリア、聴いていただきました。
ちょっとしっとりした空気に、ね、なってしまったところで、続きましてはパッと明るい曲1曲お届けいたしたいと思います。皆様絶対ご存知なのではないかと思う1曲です。ディズニー映画アナと雪の女王よりレッドイットゴーありのままでを歌わせていただきたいと思います。ぜひご存知のお子様一緒に口ずさんでください。そしてもう1曲続けてお送りするんですけれども、そちらも実はディズニー映画からの1曲です。きっとこちらも皆様ご存知の曲だと思うので、何の曲か聞いてのお楽しみにさせていただきたいと思います。では2曲続けてお聴きください。
忘れていました。自己紹介しましょう。誰が誰なのか皆さんわからないですよね。では、自己紹介をさせていただきます。まず私から、名前が珍しいんでございます、ソプラノの、珍しい単語と書いてチンダ、下の名前がサホリ、チンダサホリと申します。どうぞよろしくお願いします。ソプラノの高橋優と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、続きまして私はソプラノよりちょっと低い音域が得意です、メゾソプラノの石原ひかると申します。よろしくお願いいたします。はい、私もソプラノ歌手です。そしてリーダーを務めています橋本明子、水戸市出身です。よろしくお願いします。はい、私たち4人合わせてルミナスです。よろしくお願いします。はい、私たちですねチラシを今回持ってきているんですけれども、はい、皆様お持ちでない方いらっしゃいますか。こちらですね、裏に私たちのプロフィール書いておりますので、なんとなくね当てはめて顔とね名前覚えて書いていただけたらと思います。はい、ちなみに今日はショートカットの村田優子がお休みをいただいておりまして、高橋優が肩代わりに来ております。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お持ちでない方ね、ぜひ前に来ていただいて、チラシ、お土産でもお持ち帰りくださいませ。お土産ぜひね。あ、よかったらどうぞ。ありがとうございます。そしてもう一つチラシがあるんですね。まだお配りしてないんですけれども、私たちファンクラブがあるんです。出来たてほやほやなんです。一昨日できました。一昨日できましたということでですね、そちらの申し込み書の方も今日持っております。入会していただくと私たちのコンサートのお知らせですとかいろいろな特典がございますので、そちらもご興味ある方はチラシの方持って行ってください。さあ、それでは次の曲でこのステージは最後になるんですけれども